スーパーフェザーのリミットよりちょっと下ぐらいな感じになりますね。そうですね、はい。さあ第1ラウンドが始まりました。まあ、お互いに成績いいですよね。さあここまでは46戦して37勝5敗4分け大沢広重、そしてジョー・サンティシマは現在25戦して21勝4敗21勝の中には18の KO が含まれています。すごいハードパンチャーですね。ハードパンチャーですね。青いグローブ赤いトランクスがジョー・サンティシマ、そして赤いグローブ赤いトランクスが大沢広重です。ここはボディを狙っていきます。大沢顔面も左を狙っていきます。171センチの大沢に対しまして168センチのジョー・サンティシマ、まあ、上背ではそこまで差はありません。左の差し合いです。竹野さん、お互いに左を出し合ってますね。そうですね、お互いにね、こう、まあ、1ラウンドの方なので見合ってますけど、お互いに本当パンチの当たる距離で見合ってるんで、まあ、これが近づいてくるとということになりますね。そうですね、はい。ああ、ここは左、お互いに顔面を捉えていきます。ここまでは大沢の方が左はよく出ています。画面の左下にありますアタックカウンターです。お互いのパンチの数を表しています。有効打ではありません。ここも左で相手を削っていこうという大沢、いい左ですよね。顔面を捉えていきます。あ、そして右ストレート、右を混ぜていきました。大沢です。26歳のジョー・サンティシマ、そして大沢広重は37歳。まあ、世界を狙うにはこれがラストチャンスという話も本人はしています。そうですね、もっと世界一まで行ったんですよね。そうですね、はい、元 WBA 世界フェザー級の1位にランクしたこともあります大沢です。左で追っていきます。お互いに右のグローブを引いているオーソドックススタイル、右構えです。今度は右ボディに狙っていきました。ジョー・サンティシマフィリピン出身です。この強烈なボディ、ジョー・サンティシマです。接近してからも竹原さん、こうフックは力ありますね、ジョー・サンティシマ。まあそうですか、まだ序盤なんでね、お互いに見えてるんで。あ、そうですか。まだ全然問題ないと思いますけどね。まだ探ってるというところですかね。それよりこの大谷の左ストレートですか、はい、がよくね、あの島から捉えていいですよね。本日の第5試合、58キロ契約の8回戦です。赤コーナーが大沢広重、そして青コーナーがジョー・サンティシマ、フィリピン出身のボクサーです。第1ラウンド、まだお互いに探るようなラウンドになりましたけれども、まあ、竹原さん、ここからですね。そうですよね、1ラウンドはね、もう本当に意外な付き合いでしたけど、はい、ここからどういう駆け引きが始まるかですよね。西さん、この第1ラウンド見て、こう駆け引き、はい、このあとどう始まるのかっていうのも、ちょっとまだ予想が、やっぱ8ラウンドのスタミナのことも考えないといけないんで、あ、なるほど、その中で駆け引きとか、ね、考えないといけないんで。そうですね、そのあたりのフェース配分という部分も大事になってきますよね。大事ですもんね、はい。あ、ここでジョー・サンティシマが一つギアを上げてきたか。あ、ボディでテイクアウト、左フックです。左をついていくのは大沢、積極的にプレッシャーをかけていきます。ジョー・サンティシマ
ガードを上げていきます。ああ、そしてワンツーから左、そしてボディ、これでシャーッと左フック、強烈な左フック、ヒレダブル、いや強烈なフックが交錯します。いや、竹原さん、このジョーサンチマンさんどうですか。いや怖いですよ。怖いですよね。左右大振りのフックなんで、笑えば効きますよね。ですから、まあ、大沢としてあれをいかにもらわないかっていうところですか。そうですね、もしかしっかりガードをする。はい、先ほどは一つこうパンチ力を見せつけていきましたジョーサンチマンです。そして一発一発に力を込めていきます。ボディからアッパーにつなげていきましたジョーサンチマン。左を伸ばしていったのは大沢です。今度は大沢がプレッシャーをかけていく。ガードをしっかり上げていますジョーサンチマン。ボディを狙っていく大沢のところにパンチを合わせていきますジョーです。左を伸ばしていくのは大沢、ただ今度は前に出ていきますジョーサンチマン。まあ、しっかり見てますね。ただ竹原さん、このジョーサンチマンの力のこもったボディーブローどうですか。まあ、まとめられたらもちろん効きますけど、まあ、しっかりね、あの見えてるパンチってある程度耐えられるんで、見えない角度から来るパンチがやっぱり顔にしろボディにしろ効きますんで、今のところよく見えてます。右ストレート強烈にもらいました強さ。そしてボディーブロー、これか。でもね、これだけ KO 率が多いってことはやっぱりそれだけのね、あの見えない角度から打って倒してるパンチが多いんでしょうね。ああ、なるほど。まあ、ですから、まあ、本人としてもパンチには自信持ってる可能性っていうのは十分ありますよね。そうですね。まあ、一発一発が重たいパンチです、ジョーサンチマ。ただ、左右のボディを返しています、大沢。フックは空を切りました。そして、アッパーも相手を捉えられません。ジョーサンチマです。ここで第2ラウンド終了。本日の第5試合58キロ契約の8回戦です。青コーナーのジョーサンチマは2022年今年の3月4日に WBO のインターナショナルフェザー級の王座決定戦に出場しましたが、その時には9ラウンド TKO 負け、王座獲得とはなりませんでした。そのタイトルマッチ敗戦からの今日の試合は復帰戦ということになります。そして大沢は去年の9月22日5ラウンド負傷判定で勝利して以来の今年初めての戦いということになります。これから第3ラウンドが始まります。今日の試合は8ラウンドですね。8ラウンドですね。普段の試合から比べたら楽ですからね。あ、普段そうですとかね、そのタイトルマッチは12ラウンドが多いんで、今日短い方なんですね。まあ短いですね。はい、まあ、それを聞いて西さんいかがですか。もう結構見てるのも緊張しちゃうぐらいなので、これやってる方確かに長く感じますね。すごく楽しそう。わー、ナイス。顔面を捉えていきましたジョーサンチマン。今のパンチは竹原さんいかがですか。キレキレてるパンチもらいましたね。そうですね。さあ、前に出ていきますジョーサンチマン。一発一発に力を込める。まとめるまとめる、ロープを背負っている大沢。まあ、でもしっかり見えてますね。相手をよく見ています。ショートパンチを返していく大沢。さあ、今度は押し返していきます大沢です。ああ、右ストレート伸びていく。今度はロープを背負いますジョーサンチマ。先ほどのダウンですけれども、竹原さん、ダメージ的にはどうですか。ダメージあると思いますけどね、やっぱり、あのごまかしとかうまいですよね、キャリアがある分だけ。これですから、今はどんどん前に出てった方がいいですかね。まあ、そうなんじゃないですか彼。いろんなパターンがあるんで、はい、そうなんですね。あ、このショートレンジのフック。そして顔面を狙っていきますジョーサンチマ。ロープを背負っている大沢。
今度はコーナー、さあ相手を追い詰めていきます。ジョン・サンクシマ現在 WBO スーパーバンタム級の15位にランクされています。ジョン・サンクシマ元 WBO オリエンタルスーパーバンタム級のチャンピオンでもあります。ジョー・サンクシマは日本人とはこれが初めての対戦ということになります。上下の打ち分けを見せていきます。大沢いいボディ入り始めましたね、はい、ただまだ序盤の第3ラウンド、ここは一旦クリンチ。ジョー・サンクシマ相手の首を抱え込みます。第3ラウンド残り30秒切ります。左を伸ばしていくのは大沢、ボディからのダブルはジョー・サンクシマ、ワンツーからボディ、ただショートレンジパンチを返します。大沢です、あーっと右ストレート、今度は大沢が返していく、プレッシャーをかけて前に出ていきます。足を使います。ジョー・サンクシマ第3ラウンドの時間がなくなって、ここでラウンド終了の動作としてもダメージ、このインターバル含めてどれぐらい回復できるか。第4ラウンドに入っています。赤いグローブが大沢、そして青いグローブがフィリピンのジョー・サンクシマです。左を伸ばしていく大沢、まあ竹原さん、大沢のいいコンビネーションを持ってますよね。そうですね、はい、もうちょっとね、あの多彩に仕掛けていかないと、はい、さあここはパンチを出さずに相手を追っていきます。大沢プレッシャーいいですね、すごい今にかけてますよね、はい、ね、ボディの上手いんでね、打ち方はこのボディですね。さあロープを背負っているのはジョー・サンクシマ、ガードを上げます、左を伸ばしていく。竹野さん、こう大沢一貫してこの左はよく出てますね。そうですね、左はね、本当にもうガードの隙間からもう本当にいい角度で、いい重さで入ってると思いますよ。ここからどうつなげられるかというところですね、と思うんですけどね、はい、その手打って、あ、左はよく入っています。大沢の左、ただジョー・サンクシマは気になるショートレンジのパンチも持っています。そうですね、スピードありますからね、あ、今ちょっとローブロー、ボッティのパンチがこう下腹部に入ってしまいました。一旦両者をニュートラルコーナーに分けて、ジョー・サンクシマに注意が与えられます。これは減点ではありません。さあ試合が再開します。まあ、竹野さん、ボディ狙ってるとどうしても低く入ってしまうというところもありますよね。うん、そうですね、まあ、しゃあないったらしゃあない、しゃあないったらしゃあないですね、まあでも気をつけないですね、はい。さあ第4ラウンド残り1本切っています。カシノを変えてパンチを狙っていって、ワンツー、力のあるパンツを見せていきます。ジョー・サンクシマ、この離れ際のフック、竹野さん、これ怖いですね。怖いですね、スピード、右ストレート、左フック、パンチを集める、いいパンチが入ります。ジョー・サンクシマ、いや今の竹野さん、いいパンチまとまって入ったんじゃないですか。そうですね、スピードあるんでね、怖いですよね、やっぱスピードありますね。フィリピンのジョー・サンクシマ25戦21勝4敗、21勝の1には18の KO、 パンチ力があります。
かりをついていくのは大沢。さあ送っていってボディから顔面上下に打ち分けていく。さあ後半の第5ラウンドに入っています。この試合は58の契約の8回戦です。赤いグローブがオールジム所属の大沢広重37歳、そして青いグローブがフィリピンのジョー・サンチマ26歳です。この大沢の左はよく伸びています。そうですね、スピードはね、ジョー・サンチマの方があると思うんですけど、はい、左はね、大沢の方が当たってるんですよ。そうなんですね、はい、この左右のフックは危険です。そしてボディに狙っていきますジョー・サンチマ。左をついて前に出ていきました大沢、ワンツー、そして左パンチをつなげていきました大沢広重。さあここも少し足を使っていきます両三千葉。やっていくのは大沢広重です。このラウンドをアタックカウンターを見ますとやや大沢の方が上回っています。そうですね、左をいっぱい突けてですね。そうですね、左からどうつなげられるか、左の打ち合い。大沢君のやっぱリズムを取るのがやっぱ左を突くことなんで、ですからまあこれは本来の大沢のスタイルというところですかね。と思いますね、はい、左ガードして打ち合うよりは、まあ、左から左にダッキングしてボディ打ったり、はい、そっちの方が大沢君は得意じゃないですか。ただこのショートレンジの打ち合いスピードがあります。ジョー・サンチマガードを上げていきます。その合間でアテンプター早いパンチが大沢を捉えていきました。ここで試合が止まった。この試合2回目のダウン大沢広重。いやー、ミサもちょっとため息が漏れるような場面となりました。びっくりしちゃいました。いや、竹原さん、はい、ジョー・サンチマのパンチ速かったですね。そうですね、スピードあって、ね、またパンチ走ってますからね。走ってましたね、はい、切れるパンチですね。やはり 18KO のパンチ力は伊達じゃない。まあ、当然相手を倒していこうという気持ちは竹原さん、このジョー・サンチマは持っているでしょうからね。そうですね、やっぱりね、自分の国以外は倒さないと勝てないっていう。